はい、お疲れ様です。今日はですね、オレントアルカディアの X の方に新コンテンツのね、ちょっとした内容が公開されていますので、それをね見ていこうかなと思います。2つ来てますね。この勘なんとか元凶と、前例か、この2つが来ております。まず前例から見ていきましょうか。こちらは育成コンテンツのようですね。前例は新式に育まれ精神力を身につけます。最初に登場する前例はどれも上品な雰囲気に包まれていますよ。どうぞ登場をお楽しみに、ということですね。はい、でここにあるのが3つの前例のようで、梅竹鶴ね、はい、梅竹鶴で女の子男の人男の人です。はい、っていう感じで、この女の人は戦闘スキルって書いてあって、隊列位置の1番目の英雄の最終攻撃力とHP 回復能力を上昇します。減塩力など1番目英雄を中心にする編成におすすめですと。2番目の男の人が戦闘スキルで気力攻撃時に焼灼デバフを付与できる味方英雄による気力攻撃の最終攻撃力が 18% 上昇、気力攻撃後に最終防御力が上昇します。はい、で最後の男の人が味方前衛が気力攻撃を受けるときHP を回復し、かつシールドを獲得します。神武サジ、水鏡など防御力が強い英雄と相性が抜群ですと。まあこれを見るとですね、この3つの前例と書いてありますけれども、この、書いてある人たちが登場してくるわけではなくて、この3つをですね、まあ流行みたいな感じですよね、前例のどれにポイントを振っていくかみたいな要素で、それをすることによって女の子だったら1番目の英雄が強くなるし、2番目は焼灼が強くなる、3番目はシールドを貼れる耐久寄りに強くなるという形になりますので、まあ一応この3つの型に当てはまるようなパーティーを組んでいるっていうのが条件なのかなとは思いますよね。2番目なんてもう焼灼なんで、完全にね、焼灼を使っていない人からしたら、この2番目のね戦闘スキルをつけることはまああんまり意味がないということになりますので、まあ大体今のこの3つのパターンっていうのは当てはまっているのかな。まあこれねやっていきましょうと、まあこんな感じだそうですね。特徴的な東洋の雰囲気で描かれたローマンなイメージ、美しい巻物の地図を通して全く新しい物語が展開されます。全ての前例は善意から生まれ、新登場のなんとかからの使用に伴って解放されます。初期では異なる3つの前例を入手できます。だからこれ初期だからだんだん増えていくんでしょうね。いろんなパターンがあるという感じですね。まあ宝物みたいなもんですよ。宝物の戦闘スキルみたいなもんですね。解放後これらの前例を育てることで全く新しいバフを得て力を大幅に向上させることができます。まあそうですよね。はい、でこちらが前例の画面かな。前例出陣とありますけれども、まあ3つあってね、これ最初女の子しか解放されてないから解放条件みたいなのがそもそもあるのかな。でこの前例スキルっていうのがこういう風になってますね。はい、で一番下のやつを見るとなんか1段2段3段とか書いてあって、まあこれが育成要素みたいな感じですね。まあコツコツ系なんでしょうね。自身の編成に応じて柔軟に前例を選択し出陣することができる。前例のスキルを使用し全位置を向上させ前例の戦闘能力を強化。で前例の点ガキ天炎って読むのかな、これ天炎を育成、洗練された高品質な天下を得て全体の属性戦力を向上、未出陣の前例の成長属性も有効となります。まあ来てみないとわからないけど、とにかくなんか新しいですね。新しい育成用の、素材、最終的には戦闘バフみたいなものを、選んでね獲得していくという感じですね。はい、あともう一つが育成コンテンツ前例の実装に伴い関連する関、これ何でも関、関根元凶読めません、コンテンツも同時リリース。小説のクリアで当該前例を召喚可能、多くの敵を倒して報酬ゲット。関根かな、ちょっと関根元凶とさせてください。関根元凶の役割と解放条件、城主様のプレイヤーレベルがレベル95に達すると修行において、この元凶の入り口が解放されます。ここで関の京と根の会
に挑戦し前例の育成素材を獲得。ちょっとマジでわかんないね。でそれぞれの小説があって、新しい小説を解放することで新しい前例が召喚可能で、このなんとか台で放置するだけでなんとかなんとかなんとかを獲得、最大で48時間分の放置報酬。はあ、ははあ、とにかくなんか見たこともない素材がありますので、ちょっとこれはわからんね、これ見てもね。でこの各コンテンツと報酬ということで、ここの遊び方は歴戦跡地と類似している。毎日50回挑戦、未使用の挑戦回数は、累積可能。3つの小説があり、各小説は1つの前例があり、小説をクリアすると当該前例を、召喚。初期前例が3つ、これ挑戦すると前例の育成素材を獲得、前例の地理なんとか成人。はは、ちょっともう読みません、わかんない。各小説の探索度が 100% にいくと悪念深淵コンテンツは解放、倒した敵が多ければ多いほど報酬が多くなります。いやーちょっとわからないが、歴戦跡地ってどういうんだっけ、なんかボスがいて、それクリアしていくやつか。まあサンガみたいな、歴戦跡地みたいな、とにかく50回しっかりやりましょうって感じこれ。でもらえるアイテムね、これ新アイテム一覧、アイテムがこのようにたくさんあります。 1,2,3,4,5,6,7,8 個、いやたくさんあるなこれ。はい、ここを読んでください。 X の方に来てます。まあここをね、止めて読んでいただいてもいいんですけど、まあちょっと理解は不能です。はい、まあとりあえず新しいコンテンツが解放されて、まあ素材がね増えるということですね。この新しい素材が出るっていうのはちょっと嬉しいっすよね。今までの素材とかってもう結構さ、いらないもんばっかなので、まあこういう新しい素材で、新しいコンテンツで、育成、戦力アップみたいになると、ちょっとモチベ上がるかなっていう感じですね。で、前例の種類も今は3つというふうに書いてあるので、おそらくいろいろな種類が増えるのかなと思いますよね。あの前例みたいな人も、なんかあの戦いの画面でちょっと出てくるとね、いいよね。なんか知らんけど。はい。まあそんな感じですね。はい、ということで今回はですね、新育成コンテンツの前例に関して話をさせていただきましたが、まだね詳細は、ちょっとこれを読んだだけでは不明ですが、なんかちょっといろいろ大変そうな感じはしますね。はい、また詳細が分かり次第ね、動画にはしたいと思います。はい、ということで今回はねこれで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。